ジュニアフライ級のタイトルマッチです。今日がですね、早くも6度目の防衛戦になるチャンピオンなんですが、そのプロフィールから紹介してもらいましょう。サマンのプロフィールお願いします。はい、まあ、この選手はパンチありますね。あのタイのカンパンチ出身、年齢は27歳です。戦績が36戦33勝27 KO もしてます。2敗1引き分け、リカルド・ロペスのストロー級タイトルに挑戦したんですけど、2ラウンド TKO 負け、その後にですね、ウンベルト・ゴンサレスに逆転の7回 KO 勝ちして、ジュニアフライ級タイトルを獲得してですね、このタイトルなんと5度防衛してるんですね。その中にあの日本関係ではですね、細野雄一、ガンボア小泉、八尋選手、まあ、こういった選手ですね、退けてますね。はい、浜田さん、はい、やっぱり前回のチリのアルガラベス2ラウンドで左フック一発で倒しましたよね。まあ、記憶に新しいですね。豪快ですね。まあ、ジュニアフライ級とは思えないような突進力としてパワーが一戦一戦増してきたという感じですね。はい、ただスタミナ面でですね、ちょっと後半になるとがっくり落ちるところあるんですけど、ただ1分間の休憩ですぐ回復するところはありますね。はい、さて今日は指名試合ランキング1位です。ドミニカ共和国のマヌエル・ヘッス・エレラが出てまいります。こちらの挑戦者のプロフィールもお願いします。はい、ドミニカのですね、ラ・ロマナ出身の年齢は25歳ですね。戦績がですね、23戦18勝7 KO 4敗1引き分け、94年にですね、チャナポーパーインの持つその WBA のですね、世界ストロー級タイトルに挑戦したんですが、この時は12回判定負けですね。まあ、この時ダウンを与えてるんですね。まあ、右ストレートが非常にその伸びますね。強心のボクサータイプで、この選手は非常にその評価の高い挑戦者です。はい、浜田さん、今も話ありましたけれども、はい、このチャナに前線したというのはこれ大きいですね。まあ、そうですね。まあ、タイ以外でやってたらっていうのもあったと思いますけどね。まあ、この選手はやっぱり1階級上げたにしてもスピードがありますからね。はい、このスピード、足の速さはサマンもそう簡単には捕まえきれないと思いますよ。このクラスを上げたということに関してはどうですか。いや、まあ逆にこれだけのスピードさえ持っていれば、はい、一回級上げてパワーがつくんで逆にいいんじゃないかなと思いますよね。ああ、そうですか。はい、で、見どころはどの辺においてご覧になりますか。まあ、やっぱりですね、サマンはここ最近プレッシャーかけて突進力、馬力で勝ってきましたからね。あ、そうですね。その馬力に対して横の動きで競争すると思うんですね。その時にやっぱスピードがないと追いつけないはずですから、やっぱりこの試合はスピードもなければ捕まえきれないという試合でしょうね。なるほどね。はい、小泉さんはどうですか。この2人、まあ、戦うわけですけど、どの辺に注目されますか。だからエレラのスピード対ですね、サマンのパンチ力ですね。だからそれの対決だと思いますね。そうですか。はい、タイでは WBA 世界フライ級で長い間王座を守ってきましたあのセーン・ソープンチットが、先日ご覧いただきましたが、ベネズエラのホセ・ボニージャに敗れてタイトルを失っております。今日サマンはどうなんでしょうか。早速ご覧いただきたいと思いますけれどもですね、放送時間の関係でこの試合はハイライトでお送りいたします。昨年の12月15日タイのチェンライで行われた試合です。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、サマン・ソーチャトロン対マヌエル・ヘッス・エレラの一戦です。タイのチェンライはご覧のようにこの試合も多くのお客さんが入っています。まあ、このクラス屈指の強打者と言われていますサマン・ソーチャトロン、ここまあおよそ1年半で5度のタイトル防衛に成功しています。しかもその5度のですね、防衛が全てノックアウト TKO ですからね。そうですね。はい、6度目の防衛戦ということになります。サマン・ソーチャトロンです。あ、タイの国歌が流れていますけれども、プロフィールとしてこの選手はタイの選手でありながらムエタイの出身ではないんですね。小泉さん。そうなんですね。まあ、ボクシングファンでですね、そのボクシング雑誌の広告を見てですね、そして地方からそのタイへ出てきたと、はい、なんか日本であるような話ですけどね。そうですね。まあ、タイでのサクセスストーリーなんでしょうか。やはり浜田さん、先ほども言ってましたけども、はい、だんだんこう魅力ある戦い方と言っていいでしょうかね。まあ、そうですね、魅力ある、やっぱりファンが望む試合、そしてそうですね、今攻めてくれればと思う時に攻めるようなところが出てきましたよね。ナムナクチャンダイ107
例によりまして屋外での試合です。タイのタイトルマッチ、マヌエル・ヘレラ。2年前にもタイにやってきまして、当時の WBA のストロー級チャンピオンでしたチャナに挑戦しまして、2対1の判定負けを喫しています。WBC の世界ランキングジュニアフライ級の1位です。これが24戦目、マヌエル・ヘッス・エレラ。まあ、これまでドミニカはですね、カルス・テオ・クルス、まあ、日本や辻元秀森さんと戦ったことありますね。それから具志堅さんと戦ったファン、グスマン、そういった選手いますね。レオ・クルス、エレオンセオ・メルセデス、まあ、フランシスコ・キロス、セサール・ポランコ、フリオ・ヘルバーシオ、ラファエル・トーレス、そういった選手いますよね。まあ、それに続いて世界チャンピオンになれるかどうかですね。はい、さあ、両国国歌が終わりました。これが両選手のプロフィールです。身長体重数字で表していますね。そして年齢、戦績ですね。レフリーはカルフレンスのジェームス・ジェンキンレフリーですね、はい、さあ、まもなく試合が始まります。95年7月にこのタイトルを手に入れまして、早くも5度の防衛に成功しています。ヒーロントランクス、今日が6度目の防衛戦、サマン・ソージャトロン。そして白のトランクスが挑戦者、ランキング1位、指名試合です。マヌエル・ヘッス・エレラ。クラスを下から上げてきましたマヌエル・ヘッス・エレラ。シャープな左を出していきます、エレラ。この挑戦者のエレラっていうのはスピードがありますし、ボクシングうまいですね。右ストレートがうまいと聞いていますが、やりを使っていきます、サマン。パワフルです、いつものように立ち上がりパワフル、サマン・ソージャトロン。まだタイのお客さんは軽くざわついている程度です。試合が盛り上がってきますと津波のような大声援に変わっていきます。一回中に入っていきました。ちょっとバッティングがありましたか、軽く頭が当たったようです。第1ラウンド、浜さん、サマンは立ち上がりとしてはもう初めからガンガン行くタイプと言っていいですか。まあ、いいですね。ですからエルラとすればそこをずらしたいわけですよね。距離を置いています。こうじらすような感じです。はい、前半強い選手の前半をなんとかしのぐとですね、後半結構攻めやすいというところなんですね。なるほど、はい、やっぱり立ち上がりというのは自分のペース作りが大切ですよね。 大事ですね。いくら、まあ、それはまあ逆方向ですけど、いくら前半強い選手といってもですね、はい、やっぱり攻めにくいもんですよ。あ、なるほどね。今いいジャブが当たりましたね、サマンの。ちょっとのけぞりましたね、エレラが。6度目の防衛戦、サマン左を出していきます。この豪快な振り、2ヶ月ぶりの試合になります。前回先ほども言いましたアリ・ガルベス戦は2ラウンドノックアウト勝ち。これは10月の19日、まあ、本当に矢継ぎ早に防衛戦を行っています、サマン。まあ、前回で打たれてないっていうのもあるんですけどね。確かにそうですね。それが小泉さん、タイの選手全般にわたって割と早いですよね、感覚はね。そうですね、それは言えることですね。まあ、一時期のマイク・タイソンじゃないですけどね、やはりそのブランク当てない方が、はい、その調子がいいっていうタイプの選手もいるんですね。はい、ボディを打っていきます、ストレートです。
第1ラウンドあとわずか。第1ラウンド終了しました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、サマンの方が構成取ってましたし、まあ、当たったパンチがありましたね、はい。まあ、数少ないんですけど、だからチャンピオンのサマンのポイントにします、はい。毎回最初の試合の、1ラウンド終わった時にですね、採点記事申し上げてるんですけど、ボクシングの採点、特に世界タイトルマッチですね、まず有効なクリーンヒット、これ第一に取ります。そして構成、そして、防御技術、そしてペースポイントですね。それでもってできるだけ10対10をつけないで、僅差のラウンドも10対9をつけようというのが世界的傾向です、はいはい。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦第2ラウンドです。2度目の世界挑戦になります。エスス・エレラ、ドミニカの選手。サマンは6度目の防衛戦です。サマンのパンチもやっぱ力強く振ってる分だけ、はい、調子は良さそうですよね。そうですね、それとエレラの方も動きは速いですね。ボディから上へのコンビネーションを見せます。まあ、ボディはブロックしていましたが、エレラ一球に押されて下がっていきます。うん、まあ、下がってはいますけど、いい動きですよ、はい。これまでのところですね、サマン攻めてますけどパンチは当たってないんですよ、ブロックしてるんです。ところがですね、お客さんが騒いでくれるんですね。そうするとですね、なんか構成ポイントがなんか膨らむんですよね、まあ、ジャジの人たちはですね、構成には作ってるんですよね、はい。ところがやはり人間ですからね、そういうもううわーって騒がれるとですね、それがその重なって積み重なってくると、やはり構成点っていうのがですね、その響いてくる時がありますね。ですね。第2ラウンド半ばです。浜さん、1ラウンドよりかなりサマン前出てますね、はい。出てきましたね。やっぱ調子いいと思いますよ、はい。右オーバーハンド、左を出していきます。エレラの方も足の動き速いですよ、はい。サマンの出方を読み切るまでは今の動きを止めちゃいかんですね、はい。非常にパワフルな戦いぶりを見せますサマン。回復力もあります。左から右、身がちょっと開き気味になっています。マネル・ヘッセール、それが欠点なんですね。はい、エレラっていうのはですね、3月30日渡辺裕二選手の挑戦を受けるウィルフレッド・バスケス、はい、彼と同門なんですね。それと同じマネージャー、それで、まあ、サバラマネージャー門下なんですけど、この前話した時ですね、私は指摘したんですね。エレラは非常にいい選手だ、スピードもあると、勘もいいと、ボクシングもうまい、しかしどうもグローブがオープンブローになって当たる、はい。それはもうサバラマネージャーも知ってましたね。あれを直さないと本当に強いチャンピオンにはなれないだろう。まあ、どの程度治ってるかですね。右のクロスを持っていきます。マネーヘッセエラ、挑戦者。左のスイングは空振りです。綺麗にかわしましたサマン。ボディーブローはパーリング。サマンのパンチも少しずつ当たり始めていますが、第2ラウンド終了です。まあ、サマンの構成点を取りますね、10対9です、はい。まあ、挑戦者のエレラですね、サマンの強打を警戒するためにですね、動こうとしてちょっとボクシング上滑りになってますね。足が地についてないっていう感じがします、だから出すパンチもですね、スナップが効いてないですよ。さあ、試合は第7ラウンド続いてご覧いただきます。もうご覧のように屋外ですので、だいぶ日が落ちてまいりました。ウィミさん、3ラウンドから6ラウンドまでどういう展開だったんでしょうか。まあ、2ラウンド目と同じようなペースでですね、サマンが攻勢をかけてますね、はい。でエレラの方はですね、そのともかくフットワークを使ってですね、その距離を取りながら、まあ、ボクシングしてるんですけれど、やはり攻めてるサマンにポイントがいってると思いますね、はい。この試合はハイライトでご覧いただいています。第7ラウンド、右のストレートを持っていきます。まあ、これまでのところはちょっと単調な展開ですね、エレラがまだ攻めないですからね。ボディブロー、サマン
まあ、タイでは決して珍しくはないんですけど、浜田さん、はい、こうやってあの3ラウンドから6ラウンドまで飛ばしてみますと、あの日が動いているのがよく分かりますね。そうですね、真っ暗になりましたからね。急に昼から夜に変わりましたね。まあ、やってる選手はだんだんに目が慣れてきますからね、急に暗くなったわけじゃないですから、まあ、関係はないでしょうけど、ね、関係ないと思いますよ。かえって戦いやすい状態にはなっているかもしれません。右から左です。ちょっとバッティングを注意されました。だんだんエレラの方もサマンの動きを読んできましたね、はい、右カウンターで合わせようというエレラ。ただ相変わらず右の打ち方が悪いですね、エレラは。損ですよね、きちんとナックル握ってそのナックルで当てる、うん、そしたらパンチは効きますよね、ところが招き猫がこうしてそのサールみたいな打ち方をするわけですね。その右ストレート得意という情報もあったんですが、得意の反面そういったオープン気味の癖もあるわけですね。あっと、ボディブロー、右のストレート、おお、持ってきます、効きましたね。さあ攻め込んでいきます、挑戦者、右大きく振った、コーナーに入ります、チャンスですね。あと右だった、クリンチします、チャンピオン、大きく離れました。さあチャンスです、挑戦者一気にいきます、まだ時間あります。一回レフリーが入りました。さあサランが下がります、ボディブロー、見送っていきます。あと右は入っていません。こういうチャンスでボディーブローを混ぜるっていうのはいいことですね、はい、ボディー打って相手のガードを下げて、そしてもう一回上へ持っていくっていうのはいいことです。さあ詰めることができるか、パンチを払われます。ツーバックステップバックします。サマンサマンも今までになくピンチですね、非常に苦しい戦いになっています。あっとここでゴングです。第7ラウンド終了しました。右の打ち方が悪いって言ってたらいい右が当たりましたね、あれ、あの本当に得意と言われるだけあって、右いいパンチもありますけども、それだけ多く数出すからでしょうか、オープン気味のもやっぱり目立ちますね。軌道の問題があるわけですね、ちょっと円弧を描くように円弧を描くように持っていくわけです、はい、だからそこで目標とちょうど距離が合うといいパンチになるんです、はい、ところがですね、相手が動いてちょっと前に出てきたりすると、それはもうグローブの内側で当たるわけですね、はい、ストレートで打ってないんですよね。第7ラウンド、もうはっきり、エレラのラウンドですね、はい、第8ラウンドご覧いただきます。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、まあ、今の7ラウンド目はですね、10対8をつけるか10対9をつけるかちょっと迷うラウンドですね、はい、だからもっとそのぐらつかせてれば本当にダウンなくても10対8つけられそうなラウンドだったですね、ノックダウンに近い状態。あ、今サマンが攻めてますね。いいコンビネーション見せました。今度は左、まあ、ボディブロから上、サマンっていうのは1分間休むと回復するんですね、左、まあ、回復力はあるとずっと言われていたんですが、それを証明してみせます。出ていきます。あれだけ攻められたんですが、この攻めっぷり、あ、いいやっぱりですね、これは空振り、よく腰入ってますよ。パワフルだけではありません、タフネス、非常にタフです。回復力もあるサマン・ソーチャタロン、左フック、インサイドから打っていきます。エレラ、ナズディ、ワリブロー、右、あ、一瞬体ですね、これは。一瞬になっています。今打っていってサマンが打ち付かれたところなんですよね、今。あ、いいコンビネーションです。サマンの場合最初の、まあ、1分休んで最初の出だしは強引に行くんですけど、また後半ガクッと落ちるんですね、左、今度はボレー、上から下、いいボディブローですね、あるいは下から上のコンビネーションを見せます。サマン体全体を使いながらマネーレフィス・エレラ押していきます。まずはボディ、右のスマッシュ気味に振り上げるパンチは当たりませんでした。サマン、このナッパー入りました。頭をつけています、至近距離、エレラはもう接近戦です。距離を詰めています。さあまたサマンがコーナーに入りました。
ミナッパ背中を見せています。挑戦者これが24戦目です。18勝4敗1つの引き分けという挑戦者エレラ。一方のサマンは経験豊富です。37戦目、負けたのは2つだけです。左のフック、もう一発。エレラももう一回打ってるからいいんですね今ね。この時に下がってしまうと疲れ、サマン疲れながらでもどんどん勢いに乗りますからね。ボディブロー、最後ボディ、ナイスアッパー、いいですね。さあ攻めていきます。声援に乗りながら攻めていくサマン、ソーチャサロンチャンピオン。本当にあの体のひねりをよく効かしてますね。間に入りましたレフェリー。ここでゴンが鳴っています。第8ラウンド終了です。このラウンドはチャンピオンのサマンでしょう。はい、10対9つけますね。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦はタイのチェンライで行われています。現地で行われましたその映像をそのままお送りしています。多少映像にお見苦しい点あるいは音声に聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了承いただきたいと思います。いや浜さん、今のは一進一退といいますか両者いいところがありましたね。いいところありましたね。サマンのやっぱり攻めるスタイルっていうのはやっぱり人気出るでしょうね。そうね。ミドルストレート、クロス気味に入ります。インサイドから第9ラウンドに入りました。サマンの全体的なこのパワフルさというのはやっぱりもう全身の力という感じしますよね。体力ですね、体力、突進力ですね。回復ぶりを見ましても素晴らしいものを持っていますサマン。まあ、サマンはもともとパンチがあったんですけどね、あの単発気味だったんですね。それであの英国のトレーナーチャールズ・アトキンソンをですねその雇って、それからですねバランス良くなったんですよね。はい、だからその空振りしてもそれほど大きくバランス崩さないし連打が出るようになりましたよね。まあ、私ガンボは小泉連れてタイってこのサマンとやった時にですね、はい、サマンは空振りしてその前に伸びるからそこカウンターのパンチを決める練習かなりしたんですけどそのバランスをあんまり崩さなかったですね。あ、だからもう昔のサマンでなくなってたんですよね。本当に良くなってました。昨年の4月27日ですね、ガンボア戦が3度目の防衛戦でした。このサマンボディブローを出します。ミラッパ踏み込みのいいパンチを出していきます。ちょっと効いてますね。はい、さあふらついてます。このまま攻めていきます。逆転で、あっとスウェーでかわしましたエレラ。逆転に転じようというところだったんですが、それとバランスが良くなった効果でしょうか、ガードが硬くなったですね。特に右のガードは常にそのあの顎の横に置いてますね、はい。まあ、本当に小さな少ない時間で回復を見せましたチャンピオンのサマン。浜さん、あの第7ラウンドっていうのは小泉さんが10対8をつけようかと考えたラウンドですが、ダメージあったわけですよね。ダメージありましたよ。次のラウンドよく攻め切りましたね。あと左フック、まあ、個人差もあるでしょうけれどもそれだけ回復できるようなダメージだったんでしょうか。まあどっちかというと一発打たれて打たれ強い選手じゃないんですよね、この選手は。ですから我慢する方じゃないんですけどよく我慢しましたね。集中打を浴びないでダメージを残さない選手ではあるんですけどね、はい、我慢してそして倒れた場合の選手というのはやっぱりなかなか立ち上がれないですね。そうですね、はい、また頭が合いました。逆にですねいいパンチ食ってカクンとそのダウンしてすぐ立ち上がるような選手案外ダメージがですね、消えるんですよね。だからよくしたもんですね。タフな選手がですねさっき浜さんが言ったように我慢してそれでダウンした時はなかなかもう立てないことがありますね。さあ、ま、第9ラウンドはどうでしょう。はい、あのサマンの右アッパーいいのありましたね。このラウンドもよく攻めたと思います。サマンのポイントにします。はい、WBC の世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦タイで行われています。まあ、この相手国に乗り込んで特にタイの場合はそれが強く言えるんですが判定に持ち込まれると非常に分が悪いのではないかこういうふうに一般的に言われています。
まあ、敵地で分が悪いというのはもうあの中立国のジャッジがですね、その採点してるんで、まあ、それはちょっと矛盾するように思われるかもしれませんけど、やはりレフリージャッジもですね、人の子ですから、やはり周囲の状況に若干その影響されることがあるんですね、その若干というのはもう1点を争う競技ですからね、やはりあのそこは有利は有利ですよね、あとコンディション面とこの環境ですよね、はい、環境あと雰囲気ですね、四角いリング中は同じなはずなんですけどね、やっぱり雰囲気です、随分違いますよ、第10ラウンドに入っています。いいです。まあ、12月のタイなんですが、本当にタイの暑い時期に行った選手というのはもうそれだけでヘキヘキするという話もね、よく伝わってきます。タイの暑さ、また空気が暑いんですね、あの湿度が高いですからムーッとするんですね。なんか中南米 の、まあ、熱帯性気候のその暑いところから来て、暑さには応えないんですけど、タイの暑さはもう蒸し暑いんですよ、おっと、だからあれに参ってしまうんです、はい、結構中南米の選手がタイであんまりよく戦ってはないんですよね、成績は良くないんです。ガンボア小泉選手を連れてった時はコンディションはどうだったんですか、暑さの面では。まあ、あのガンボアはフィリピンの選手ですからね、はい、まあ、暑さはそうでもなかったんですけれど、やはりですね、雰囲気がですね、そのガンボアがその足使ってサマンのパンチを外してるんですが、お客さん騒ぐんですね、帰ってくるとなんか劣勢なような雰囲気になってきてるんですね、左ボリーブロー、チャンピオンのパンチ顔面に返したのエレア、ミロック、タイでタイトル取ろうと思ったらやはり先制攻撃かけてですね、もうお客さんにもこいつは強いと思わせるぐらいにですね、お客さんをもう敵にするぐらいのつもりでないといけないかも分かりませんね。何か浜さん、その辺、もう大胆な戦略というのが必要ですね、戦術と言いましょうかね、まあ、それだけのパワーがあればいいんですけどね、まあ、あれだけの声援をバックに前に出ていくというのは相当のパワーないと、パワーエネルギーないとなかなかできないことですからね。そうでしょうね。まあ、画面音声では伝わらないかもしれませんけど、タイのお客さんの声援というのはまるで津波ですよね、攻めるとうわーうわーって言ってくるんです、そのわーわーに乗ってですね、攻めてきますからね。ゆっくり左ゆっくり返します。まあ、このラウンドですから当たり前ですけど、サマンも打ち方は腰入ってますけど疲れてきましたね。あ、はい、顔も少しサマン腫れが目立つようになってきました。左を伸ばしました。今顔が少しのけぞったエレラ。第10ラウンドも終了しています。このラウンドもよく手数出してましたね。だからこのラウンドも私はサマンのポイントにつけたいと思いますね、はい、サマンが95年7月にウンベルト・ゴンサレスに7ラウンドノックアウト勝ちで、当時は WBC と IBF2 つのベルトをいっぺんに手に入れました。まあ、IBF は防衛一度で返上したんですが、その後この WBC のタイトルは守り続けています。まあ、浜田さん、はい、大逆転というタイトルを取った試合でしたよね。あんな大逆転もあったんだなというふうに思いますよね、あれは9割9分の人が諦めたでしょ。はい、まあ、そういった逆境にも強いこのサマンです。まさにあの試合は捨て身ですよね。この3分しかないという捨て身で、まあ、捨て身でもなかなかあの状態ひっくり返せると思わなかったですけどね。あのエレラのディフェンスを見ていただきたいんですけどね、本当に観客の声援を抜きにしてみるとですね、あのよくブロックしてですね、パンチ外してますよね、はい、ゆっくりと前を強くいってます、きます、ワンツーを出しました、エレラ。ドミニカのマヌエル・ヘッセ・エレラ、まあ、この選手はドミニカの中でもこのクラスではランキング1位なわけですから、はい、トップだと思いますけれども、ドミニカは最近はどうなんですか、ボクシング事情というのは。
やはりドミニカっていうのはですね、地元でですね、なかなかその選手育てきれないですね。だからやはりあのアメリカの東部、その、ニューヨーク、アトランティックシティなんかでその戦いますね。流出してしまうわけです、ね。それが一つのルート、もう一つはですね、マイアミへ行って、はい、そのこのエレラのようにですね、そのマイアミのそのプロモーターの傘下に入ると。マイアミっていうのはですね、そのフロリダ州っていうのはもう中南米からの移民が多いんですね。言葉もですね、もうスペイン語がですね、はい、本当によく通じますよね。互いに左を出します。潜り込んでいこうという格好のサマンですが、なかなかそれを許しません。エレラ。サマンの手数が減ると距離が作れますね。そのエレラの距離になりますね。近づいて小さなワンツーを見せています。エレラ。アマさん、ここまで見てエレラ、まあ、もう終盤ですけれども、割とコンスタントにこう、まあ、戦いますね。自分のリズムを守ってますよね。そしてサマンがどっちかというと今倒しきれないと。あ、おっと右。言うんで、疲れが増してきましたね。あ、今左フックカウンター取りましたけどね。はい、サマンのその前の右ストレートも良かったですけどね、はい、いいペースを作っています。しかし今のなんか当たってないですよね、お客さん騒ぎましたけど。ここでゴングです。11ラウンド終了しました。このラウンドはどうでしょう。このラウンド冷静に見るとですね、その雰囲気に、ま、負けずに見るとですね、あのエレラはほとんどパンチ食ってないですね、はい、そしてまあ、あのヒットしてるその数は多いですし、そのラウンド全般で集計するとサマンの良かったのはあの右ストレートだけです。でエレラは軽いパンチ当ててましたから、私はエレラのポイントにします。はい、これですね、このパンチは良かったです、ただこのパンチ以外はほとんど手を出してなかったです。さあラストラウンドです。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、このクラス屈指の強打者と謳われていますサマンス・ソウジャトロン。これが6度目の防衛戦ですが、さあ、あと倒すチャンスはこの3分だけです。当然熱狂的なこのタイのファンの皆さんもこのサマンに限っては倒すことを望んでいるでしょう。これがあのサバラジュニアですね、あのサバラマネージャーの親父さんがその、ニックネームトゥトって言うんですね、トゥトサバラ、はい、プロモーターなんです。それで息子がトゥトサバラジュニアなんですね。さあ、進めました。あのキューバからよく野球チーム来ますね、で、あのサバラ家はもともとキューバ人でですね、そのサバラプロモーターとそのキューバの野球チームを率いてるあのミスターサバラとはその双子なんですね。ああ、そうですか、はい、あ、まあ余談ですけど、マヌエル・ヘス・エレラ、その背中に向かって大きな線を浴びせかけていました。線を送っていました。左出していきます。お互いに左を出しますが、今右、最後右出しました。サマンです。アマさん、エレラも最後これ何とかしようというそういう気持ちは感じられますね、うん、それとやっぱあのラウンドまっすぐごとにサマンの動きを読みましたからね、読みましたから、一発一発一発というのはサマンの一発一発に恐怖心がなくなってきた感じしますね。あは、しかしもうすでにラストラウンドです、まあ、プレッシャーかけてエレラ追ってますけどね、もっとコミネーションの手数出してですね、打ち込みたいですね。リブロチャンピオンです。ここでクリンチ。サマンティングの変わったチャンピオンですね。攻めてるときは本当もう虎のように強いんですけどね、時でこうして手出さないで休むんですね。そこが攻めどこなんですけれど、そこを攻められるか攻められないかで勝敗が決まりますね。今なんかチャンスですよね、挑戦者、相手手出さないんですから。これ浜田さん、はい、サマンチャンピオンの方としてはこれ逃げの足を使ってるわけですか。あ、まあ逃げ切りになるか、あとはですね、あの疲れなんですよ、あ、疲れもだいぶ、はい、あの中盤からノックアウトしよう、はい、しようと思って攻めて攻めて、それで相手が倒れないというんで、エネルギーを全部使った形がありますよね。まもなくゴングです。
このまま両者倒れずじまいのようです。試合終了です。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦12ラウンド戦い抜きました。最後は疲れが少し目立ちましたチャンピオンサマン。最後のラウンド12ラウンドはどうでしょう。あ、これはもう構成点でですね、挑戦者エレラの方ですね。はい、だから11、12はこれエレラ取りましたね。2年前にもここタイにやってまいりまして挑戦しましたが、その時は下のストロー級タイトルを手にすることができませんでしたエレラ。今回はどうでしょう。採点どうなんでしょうかね。エレラもその相手のパンチを外してですね、まあ、あの軽いんですけどパンチは当ててましたしね、そして7ラウンド目はあわやダウンっていうシーンも作り出しましたよね。ต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านมิสเตอร์อัลฟองโซ กอนซาเลสแห่งเม็กซิโกให้สมานสจาตุรง114คะแนนให้มานูเอลเฮเรล่า113คะแนนมิสเตอร์เดวิดชองแห่งเกาหลีใต้ให้สมานสจาตุรง116คะแนนให้มานูเอลเฮเรล่า112คะแนนมิสเตอร์ทามาสุโทมิฮาระแห่งสหรัฐให้สมานสจาตุรง115คะแนนให้มานูเอลเฮเรล่า113คะแนนแสดงว่าสมานสแชมเปี้ยนです3対0防衛に成功です。サマンソーチャトロン115対113、2ポイント差、114対113、1ポイント差ですね。これがサマンの勝ちですね。もう一人はですね、そして、116、112、3対0ですね。はい、随分競っていましたチャンピオンサマン。4ポイント、2ポイント、1ポイント差ですね。6度目の防衛に成功です。そしてご覧のような一番下の戦績になりました。サマンス